どうも、石川です。はい、これより登録完売した過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、九州沖縄ブロックの2020年度、問41から問50までの過去問について解説をしていきたいと思います。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。それでは、早速始めていきましょう。問41番です。はい、ここからはですね、第5章の内容が入ってきました。で、ちょっとこう、ひねってくるなーという問題もありましたし、このあたりはですね、特に年々第5章は難しくなってきておりますので、皆さんしっかりと注意していただきたいと思います。ただ、九州沖縄ブロックについてはですね、全国的に第3章のこう、医薬品に関する内容、まあ今日もちょっと書いてみましたけど、そういったところはですね、全国的には、出題が少なくなっておりますので、なのでそういった意味ではですね、すごくいいんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ皆さん頑張って解いていきましょう。はい、それでは見ていきましょう。問41番です。以下の成分を含有する一般用医薬品の添付文章中、相談することの項に記載されている次の診断を受けた人の項に挙げる、基礎疾患と、それから相談しなければならない理由について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、こちら答えは3番が正解となります。で、まず、気をつけていただきたいのは1行目、相談することの項目なので、してはいけないことではなく、相談することの内容になります。ということで、ここのところ、まずそのあたりですね、しっかりと気をつけておいていただきたいなと思います。で、内容を見ていきますと、イとウが正解。で、アが違うんですけど、これセミアルカリプロテナーゼなんですが、これ甲状腺疾患の人ということで、あるんですけど、理由として要素の体内の摂取が増える可能性がありということで、甲状腺疾患の人というところでは、甲状腺ホルモンの分泌がですね、過剰に出ていたりとか、あとは出ていない、機能亢進症だったりとか、低下症だったりとか、いろいろあるんですけど、そんな甲状腺疾患の、方で気をつけなくちゃいけないのは、これ、ヨウ素系の、製剤が注意しなければならないところになります。で、なぜかというと、私たちの甲状腺、甲状腺ってそもそもどこにあるのかというと、甲状腺というのは私たちのこのあたりですね、喉元のところ、首のところに、甲状腺というのがありまして、そこから甲状腺ホルモンというものが分泌しています。トリオドチロニンとか、そういったホルモンがあるんですけど、で、そういった、ホルモンにはですね、要素が少し含まれてるんですよ。で、要素が含まれてるので、例えば検査、甲状腺疾患の検査だったりとか治療とかにはですね、要素を含んだ、製剤で治療や検査をすることがありますので、なので、要素系の、製剤を使ってしまいますと、そういった検査だったりとか治療に影響を及ぼしてしまう可能性がありますので、なので、ここの理由のとこはね、そういったことを言っております。ということで、このセミアルカリプロテナーゼではないんだな、というところですね。ここのところを気をつけておきましょう。ちなみに、セミアルカリプロテナーゼというのは、抗炎症成分でしたよね。そう。で、その抗炎症成分のセミアルカリプロテナーゼ、あとはブロメラインとかもそうだったんですけど、このあたりタンパク分解酵素ですよということで、風邪薬の分野のところで出てきましたね。で、そこで気をつけなくちゃいけないのは、出血がですね、止まらなくなっちゃいますよというような注意事項ありましたよね。そう、血をサラサラにしてしまうような働きがありますので、そんなところをですね、気をつけていただきたいポイントになります。はい。ということで、そのような形で、あが誤り、それから、いとうは正解、それから、えなんですが、メチルエフェドリンなんですが、これ、腎臓病というような形になってます。これ違うんですね。これ何かというと、腎臓病で、このようにむくみだったりとかね、それあとは腎臓病を悪化させる恐れがあるので、というところの注意事項としては、あるのが、こちら、アスピリンとか、アスピリンアルミニウム、それからエテンザミド、イブプロフェン、アセトアミノフェン、こういったものがですね、該当してきますので、なので、これ、いやー、覚えるの大変ですよね。どうします?今ここに書いてあるの、解熱鎮痛成分ですよね。そう。だから、どう
しましょうかね。解熱鎮痛成分で、これ以外のもので覚えてきます？例えばこれ以外のもの何があった、あるかというと、解熱鎮痛成分では、サザピリンとかありますよね。そう。あとは、サレチルアミドとかは違いますよね。そう。あとは、イソプロピルアンチピリン。この3つはですね、入ってないですよね。だからそっちの3つ以外のものみたいな感じで覚えていただいてもいいのかなと思いますので、ぜひぜひですね、このあたり、ちょっとここは大変だかなと思うんですけど、ぜひぜひそのような形で、覚えていただくと良いかと思います。ということで、こちら問41は、3番が正解となりました。ちょっと長くなっちゃいましたので、次、サクサク進んでいきますよ。問42番です。一般用医薬品の添付文章に関する以下の記述の整合について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは4番が正解となります。あなんですが、こちら、ですね、添付文書の内容は必要に応じて随時改訂がなされておりと書いてありますよね。そうですよね。そして後半のところ、改訂された箇所を明示する必要はないとあるんですけど、そんなことないです。重要なところがですね、改訂されたのであればですね、しっかりとここが改訂されましたよというようなことを、星印つけたりとか、米印つけたりとか、波線つけたりとかして、わかるようにしてあげてくださいというものだったと思いますので、あは誤り。それから、い。販売名に薬効名が含まれている場合であっても、添付文書の薬効名の記載が省略されることはないとはあるんですけど、販売名に薬効名が含まれているような場合は省略することができますので、ここ、いは誤りとなります。そして、うとえば正解なので、4番が正解でした。大丈夫でしょうか？では次行きましょう。問い43番です。以下の配合成分のうち、一般用医薬品の添付文書のしてはいけないこと、今度はしてはいけないことの、項目に、服用後、乗り物または機械類の運転操作をしないことをと記載されているものとして、誤っているものを一つ選びなさいということで、誤っているものを選ぶと、これは2番が誤っている内容です。イブプロフェン。例えばですね、イブプロフェンって眠くなります？ならないですよね。あとは、イブプロフェンって、瞳孔を散大して、光がいっぱい目に入ってきて、目がチカチカするとかっていうこともないですよね。なので、そのような、目がチカチカするなとか、あとは眠くなっちゃうなとかっていうような、成分に関しては、服用後乗り物または機械類の運転操作をしないでくださいね、というものがあります。なので、そのように、眠くなる成分だったりとか、あとは、瞳孔が散大してしまうような、何ですか？例えば、そうですよね。抗コリン成分だったりとか、そういったものがここでは該当してきますので、ぜひぜひ、そのあたりですね、しっかりと押さえておいていただくといいかなと思います。はい。ということで、誤っているのは2番となりました。では次行きましょう。問い44番です。一般用医薬品の添付文書における使用上の注意に関する以下の記述の整合について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、はい。こちら答えは1番が正解となります。1番ですね。で、まあ、全部正解なんですけど、そうですね。これは、どこに気をつけましょうかね。どこに気をつけましょうかねというよりも、例えばですね、まあ、よく読んでいただきたいところなんですけど、例えばですね、胃だったりとか、まあ授乳中の人とかそういったところもね、気をつけてほしいなと思いますし、そして、特にこの中では、うですね、うのところでは、長期連用しないことは、連用すると副作用が現れやすくなる成分ですね。これ、現れにくいとかで引っ掛けてくることもありますし、それからあと2行目、効果が減弱してということで、ここ効果が減弱じゃなくて増強とかで引っ掛けてきたりしますので、そのようなところですね、間違えないように、しっかりとこう注意しながら読み進めていただきたいなと思います。ということで、問い44は1番が正解となりました。では次行きましょう。問い45番です。一般用医薬品の添付文書における副作用などの記載に関する以下の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさいということで、誤っているものですね。では、誤っているのは、こちら1番が誤っております。副作用について、稀に発生する重篤な副作用について、副作用名ごとに、症状が記載され、その後に続けて一般的な副作用について発言部位別に症状が記載されてますよとあるんですけど、これ違います。何かというと、順番はこっち、逆ですね。そうなんですよ。まず1番目としては、一般的な副作用について発言部位別に症状が記載されてます。
そうなんですよ。なので、例えば発疹、発赤が出ますよ、それが皮膚のところに出ますからっていうような発言部位別、あとは消化器系のところとか、そういったところで発言部位別に一般的な副作用について書かれており、そしてその後に稀に発生する重篤な副作用について、例えばショックが起きますよとか、皮膚粘膜がん症候群が起きますよというような形で、その副作用について副作用名ごとに、その症状が、書かれておりますので、ぜひぜひですね、いろんな添付文章見ていただきました。ここの部分なんだなというところですね、理解していただくと良いかと思います。ということで、こちら1番は、これ逆になっておりますので、あとはそれ以外にも例えば一般的なというところとか稀とか、あとは発言部位別にとか副作用に副作用名ごとにとか、あとは重篤なとか、こういったところを引っ掛けてきますからね。なので、発言部位別と副作用名ごとをこれ逆に言ってきたりとか、稀じゃなくて高頻度でとか、あとは重篤なじゃなくて、軽度なとか、あとは一般的なというところを重篤なとか、いろんな感じで引っ掛けてきますので、そのあたりの説明については受験対策講座の方で、お話をしておりますので、ぜひぜひそのあたり参考にしていただくと良いかと思います。はい、ということで、こちら誤っているものは1番となりました。では次行きましょう。問46番です。以下の、配合成分のうち、一般用医薬品の添付文章のしてはいけないことの項に、乳児に頻脈を起こす恐れがあるため、はい、ここポイントですよ。乳児に頻脈を起こす恐れがあるため、授乳中には、授乳中の人は、本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けることと記載されているものとして正しいものを一つ選びなさいということで、こちら答えは4番が正解となりました。こちら、ロートエキスに関しては、抗コリン成分ですよね。そうなんですよ。で、このロートエキスはですね、乳児に頻脈、起こしちゃうんですよ。なので、脈がこう、早くなっちゃうんですね、頻脈。なので、その脈がこう早くなってしまう働きがあるのがロートエキスなんだなというところですね、ぜひぜひしっかりと確認しておいていただくと良いかと思います。ということで、こちら問46は4番が正解となりました。では次に進んでいきましょう。問47番です。一般用医薬品の保管及び取扱上の注意に関する以下の記述の整合について正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは5番が正解となります。あなんですが、点眼薬は適正に保管されていれば家族間で使い回してダメですよね。そう、感染が広がってしまう可能性がありますので、家族間であってもダメです。それから、E、カプセル剤は変質しやすいため冷蔵庫内に保管することが望ましいよというところなんですけど、変質しやすい、要は別の物質に変わってしまう、可能性があるのでということで、冷蔵庫内に保管しようというところはダメです。これ何かというと、冷蔵庫内に保管することが好ましいのはシロップ剤のみです。そうなんですよ。なぜかというと、カプセル剤だったりとか散剤とか顆粒剤とか、そういったものに関して、錠剤もそうですね、これ冷蔵庫内と、それから室温とのですね、のところで、こう、温度差で湿気を帯びてしまう可能性があって、そして湿気を帯びてしまうと、医薬品の成分とかにですね、影響を及ぼしてしまう可能性がありますから、なので、そういった意味では冷蔵庫内に保管することはですね、例えばカプセル剤はこれはダメですので、シロップ剤のみなんだなというところをしっかりと押さえておきましょう。はい、ではよろしいでしょうかね。そしてうとえは正解となりますので、5番が正解となりました。では次行きましょう。問48番です。医薬品の製品表示に関する以下の記述について括弧内に言うべき軸を、下から一つ選びなさいということで、こちら答えは2番が正解となります。アルコールを含有する旨および分量を記載することとされているものは、1回服用用中何ミリリットルを、超えるアルコールを含有する内服液剤とされているというところでは、これ2番の 0.1 というところで、これよく数字引っ掛けてきますから、皆さんこれね、しっかりと押さえておいていただきたいと思います。いわゆる栄養ドリンクとかそういったものの中にアルコールを少しね、含有されているものがあったりします。アルコール入っててラッキーとかそういうんではないんですけど、何かというと、アルコールからですね、こう抽出していくような、消薬成分とかがあったりするので、そういったものとかはですね、アルコールが、少しね、こうだいぶ抜いてるんですけど、少し入っちゃうこともあるので、そういった意味ではアルコールをね、どのぐらい入ってるかというところで、ここのところ 0.1 というところになりますので、まずはしっかりと確認しておきましょう。
では次に行きましょう。問い49番です。医薬品の適正使用情報に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは3番が正解となります。3番です。いいですか？まず、あなんですが、あは違いますね。安全性情報はということで、緊急かつ重大な注意喚起やということで、緊急かつ重大なというところなんですよ。緊急かつ重大なものは、緊急安全性情報になりますから、なので、そういったところではですね、安全性速報じゃないんだなというところをしっかりと間違えないようにしといてあげてください。そして、その安全性速報は A4 サイズの、青色地の印刷物でブルーレターとも呼ばれておりますし、緊急安全性情報も、こちらはですね、A4 サイズなんですけど、ただ青色地ではなく、黄色地になりますので、イエローレターというふうに言われておりますから、それぞれどういった別名があるのかっていうところも間違えないようにしておいてあげてください。それから、うなんですけど、医薬品の製造販売業者などは、医薬品の有効性及び安全性に関する事項、その他、医薬品の適正な使用のために必要な情報を収集し、とかっていろいろ書いてあるんですけど、そして、薬局解説者に対して提供するを務めなければならないとかって書いてありますよね。ここまではいいんですけど、ただその後、薬局などに従事する薬剤師や登録販売者は情報提供の対象となっていないとあるんですけど、そんなことありません。情報提供してあげてくださいね、なるべくね。というところではなっていないというところが誤りなので、うが×になります。ということで答えは3番の意と絵が正解となりました。では次行きましょう。問い50番です。最後ですね。医薬品医療機器と安全性情報報告制度に関する以下の記述の制度について正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは3番が正解となります。はい、こちら、あうえが正解なんですけど、いについては、薬局解説者などなどなどいろいろ書いてあるんですけど、これ、最後の方ですね。その旨を、都道府県知事に報告しなければならないとあるんですけど、都道府県知事じゃなくて、厚生労働大臣にね、報告してあげてください。ということで、ここのところ知事なのか大臣なのかっていうところをよく引っ掛けてくるところになりますので、気をつけておきましょう。あとは、うとえというところもですね、例えばうのところもですね、引っ掛かりやすいです。これも、この制度が約1000とかで引いてきますし、モニター施設をモニター薬局とかで引っ掛けてきますから、この点もですね、注意しといてあげてください。はい、ということで、ここまでですね、どうだったでしょうか。ちょっと引っかかったところはですね、ぜひぜひもう一度、同じような問題が出た時にはですね、引っかからないように必ず自分のものにしていただきたいと思いますので、皆さんね、頑張っていきましょうね。はい、ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、 LINE などに登録していただきますと、質問などいろいろお受けしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。